では今からゴルフのための手や足のストレッチを行いたいと思います。よろしくお願いします。まず足前に出してもらって膝を曲げていきます。まず一本一本足の指をほぐしていきますね。では親指から順番に、大きく回すような感じでほぐしていきます。次に人差し指いきますね。はい、中指も、では薬指、はい、小指、足の裏も、押していきます。龍泉というツボが、ちょっと曲げてくぼみのできる真ん中の位置にあります。親指重ねるようにして足の裏側を押していきます。でここだけでなく周辺を押してもらって OK です。でこの龍泉、湧き出る泉と書きますけど、冷え性のツボであったり、足の疲れやむくみも取っていきます。はい、では次に足の指に手の指を全部付け根までぐっと奥まで入れてしっかり握ってから足首を回していきます。反対側も回します。それでは痛いぐらいぎゅっと握ったまんまスポンと抜きますね。で反対側いきます。足を入れ替えて、一歩一歩まず回していきます。利き手でいいですから、親指から順番に回していきます。はい、人差し指を回して、中指も、薬指、はい、小指、回しにくかったらこっち回してもらっても OK です。では有線ですね、ツボがあります。ここを親指を重ねて押していきます。気持ちいい程度に押していってください。はい、では今からですね、足の裏を自分でできるマッサージ法をいきたいと思いますね。まず足を真横に、つま先がゴムかないように真横にして、土踏まずの上に反対のかかとを乗っけていきます。このままお尻を持ち上げて、そして体重をかけながら踏んでいきます。であまりね、深くかけすぎると効いてこないですね。この縁のところというか際のところにかかとを乗っけて、そして踏んでいきます。上の方とか下の方とかいろいろ当たるような感じで、痛いところがあればそこをしっかり、またこのまま膝を動かしてもらってもどっちでもいいです。でちょうどこの土踏まずのあたりっていうのはお腹のこの部分とつながってますから、お腹の調子、胃腸の調子も整えていきます。でね、ここが痛いという人は結構太っている痩せている関係なく食べ過ぎの傾向にありますから、しっかりほぐしておいてください。ではこのまま足の甲を伸ばしていきます。次は深く足を乗っけて、バランス取りながら反対の手で膝を持ち上げてもらうと足の甲が伸びてきます。きつい下もちょっとでもいいですから、無理しない程度に足の下の甲が伸びてきます。はい、下ろして逆いきますね。反対の足を真横、土踏まずの上にかかとを乗っけてお尻持ち上げます。はい、またここでいろんなところを踏んでもらって、足の裏側をほぐしていきます。ちょっとかかとの方とか下の方とかいろいろ押してください。押すというか踏んでくださいね。でこの今から足と手と両方をほぐしていくんですけど、このつま先、それか手の爪、つま先、指先ですね。ここから、リンパっていうのはここが、からスタートして鎖骨に流れていくんですが、足と手をほぐしたりストレッチすることがリンパの流れを良くしていきます。でリンパの流れが良くなると、まあ、いろんなたくさんいい効果がたくさんありますけども、免疫力、自然治癒力を上げたり、またリンパが流れることによって体が引き締まったりと、効果もあります。で血行も良くなってくるのに、冷え性の方もいいかと思います。はい、では深く足を乗っけて、反対の手で膝を持ち上げて、足の甲が伸びるようにな感じですね、ストレッチかけていきます。きつい人もちょっと下のままでいいし、こんな感じになっても OK です。ちょっとバランス取ってもらって、はい、下ろします。ではですね、次アキレス腱も伸ばしておきます。反対の、膝を
片方の膝立てて、かかとをお尻にグッと、こんな感じですね、グッと寄せておきます。そして両手、この腕の部分が乗っかるのが一番こう効率よく効いてくると思います。このまま体重前にかけて、かかとは少し 1,2 センチ床から浮かせます。この状態で縦でもいいですし横でもいいです。少し揺する感じでアキレス腱を上下に引っ張りよくする感じで伸ばしていきます。体重は前へ前、かかとは下へ下へ落とす感じでいきますね。はい、反対側もいきます。逆の膝を立てて、前に来るとアキレス腱伸びませんから、しっかりかかとをお尻に寄せておいて、腕を乗っけ、体重前にかけて、かかとがペタッとついてるとまたこれも伸びにくいので、少し持ち上げた状態で上下に下にも引っ張り合いくする感じでストレッチをかけていきます。あまり痛いところまでいかなくていいですから、ほぐしていきますね。はい、次に手をいきたいと思います。楽に座っていただいて、指また一本一本いきたいと思います。親指から順番に、できるだけ付け根のところから大きく回していきます。次に人差し指で、指カクンカクン曲がらない、できるだけこう伸ばして付け根のところから動くような感じでいきます。この先っちょだけこう回さないで、この付け根のところが動く感じでいってください。はい、薬指、はい、小指、逆もいきますね。ちょっと不器用でございます。親指から、左手は不器用ですからちょっと回しにくいですが、人差し指、はい、中指、まあ気持ちよかったらいいと思います。はい、薬指、そして小指、汗が出てきました、熱くなってきましたけども、はい、次にですね、指をちょっと反らせていってくださいね。もう楽な感じです。これお風呂の湯船の中でぬくもりながらやってもらうととっても気持ちいいかと思います。はい、逆も。親指はね、まあまあ、普通にこんな感じですね。グイッグイッと。はい、どの指からでも OK です。外側にちょっと反らす感じで気持ちいいなぐらいでいきます。で、親指。指はね、こうやってストレッチかけるんですけど、私右手が利き手ですが、どうしても右は硬いですね。ここが限界です。左手は柔らかいですけど、右がちょっと硬いですね。ですからあんま無理しないようになさい。次、他にも方法があります。手を組んで、手のひら上向きで肘をぐーっと閉じてきます。手のひらが自分の方向かないようにしっかり天井方向を向けて肘閉じるんですが、これもやっぱりきつい人はこうはなかなか上がってこないので、自分の方向いててもいいですから、無理ない程度にいきます。こうやって指のストレッチかけます。はい、では手をほどいたら、次、手を右手を前にで、手を手前にで、右のこの前腕の前がストレッチかかってきます。肘曲げないようにしっかり伸ばして、で、右側のここは内臓とつながってるんですね。肝臓とか婦人科系、男性だったら前立腺とつながっております。で、ここストレッチかけることが内臓の働きも良くします。逆いきます。左の手のひらを上向きで手前で、ここが伸びるようにで、左側は胃腸とか消化器系ですね。心臓、肺とかともつながってます。ちょっと余談ですけどね、乗り物酔いとかね、あとお腹の調子が何て言うんですか、ムカつきがある時ですね、ムカムカした時もここをこうやって揉んだりほぐしたりしてもらうだけでも、あと脇は胃とつながってるので脇のストレッチしてもらうだけで胃のムカつきがちょっと楽になったりしますから、電車、バス、タクシーとか乗って気持ち悪いなと思った時に少しこういうストレッチと、あとこのストレッチをしてもらったらいいかと思います。はい、では次にですね、両手を前に出して親指を下にします。左手を上から息を吸ってで、付け根まで入れます。それから前に行きますね。で、きつい人はここまで肘が伸びない人はこの辺でいいですから、楽にほぐします。はい、戻して反対側も行きます。付け根まで入れて息吸って吐きながら前で、これは何をしているかというと、手首をぐっとねじってるんですね。で、どうしても利き手の右手の手首は硬いですから、右腕、皆さんの場合こうなると思いますが、右腕がちょっとやりにくいかと思います。その場合この辺で、そ
そして喫室はお風呂の湯船の中で、体温まった時にやってもらうともう少しいけるかと思いますから、お風呂でやってもらうといいかと思います。はい、では手をほどいてもらって、はい、終了です。